いつもご視聴ありがとうございます。私の独り言です。定年退職をした後でも雇用保険、失業保険を受給できるってご存知でしたか？ただし手続きが遅れてしまうと給付期間は過ぎてしまいますから、全額受け取れなくなってしまいます。今回は定年退職後の雇用保険制度についてお話ししたいと思います。定年退職しても失業保険は受給できる。定年退職をしたらそのままリタイアするというイメージが強いと思いますが、実は働きたいという意思があれば失業保険を受給することは可能なのです。失業保険は解雇や倒産で職を失った場合や定年で職を失った時に新しい仕事が見つかるまで支払われる給付金のことです。手続きはハローワークで行い、条件を満たすことで定年退職後でも失業保険を受け取ることができるのです。失業保険の受給条件としてはいくつか項目があります。定年退職前に雇用保険に6ヶ月以上加入している、65歳未満である、健康上問題なくすぐに働ける、求職活動中だが再就職できない状態、これらの条件を満たしていたら退職後会社から渡される雇用保険非保険者証や離職票を持ち、ハローワークで失業給付の手続きを行いましょう。求職活動中である状況を報告するために手続き後は毎月ハローワークで失業認定を受けなければなりません。認定日にハローワークに行かなければ受給は打ち切りとなるので注意が必要です。退職理由が自己都合か会社都合かによって所定給付日数は変わります。定年退職は会社都合となるので自己都合退社よりも所定給付日数は多くなります。定年退職後しばらくはゆっくりしたり旅行に行きたいなど予定を立てている人もいるでしょう。その場合はすぐに働く意思がないため失業保険を受給することはできません。しかし再就職について少し時間をかけて考えたい場合、失業保険の給付期間延長の手続きを取ることができます。給付期間延長の手続き申請は期限があり、離職日の翌日から2ヶ月以内に雇用保険の給付期間延長の申請をしなければなりませんから注意してください。この申請を行うことで最大2年間延長することができます。失業保険を受給する間は年金を受け取れない。失業保険は働きたいけれど働けない人に給付されるものですが、年金は働けなくなった人の老後を支えるために給付されるものです。同時に両方もらえれば家計も大助かりですが、残念ながらこれらを同時にもらうことはできません。ただし65歳を超えてから離職した場合、高年齢求職者給付と年金を同時に受給することが可能です。高年齢求職者給付金とは、65歳前から雇用されていた非保険者が65歳以上になって離職した際、一時金で一度のみ給付されるものです。基本手当日額の5割から8割を日額として、非保険者期間が1年以上の場合は50日、1年未満の場合は30日をかけた額が給付されることになっています。年金と失業保険は同時に受け取れませんが、年金を受給してから失業保険を受給し再度年金を受け取ることは可能になります。ただし失業保険には受給期間が定められているので、延長の手続きをしなければ退職後1年、延長の手続きをした場合で2年の期間中に失業保険を受け取らなければ資格を消失してしまいます。65歳ギリギリで退職した場合、失業保険の受給条件では65歳未満であることが記されていますが、ギリギリで退職した場合はどうなるのでしょうか。失業保険の給付は退職日の年齢をもとに判断されます。つまり65歳の誕生日直前で離職した場合は
受給することが可能になります。受給期間中に65歳を超えても何の問題もありません。雇用延長制度。雇用延長制度には3つの種類があります。勤めている会社によってどの制度を採用しているのか変わってくるので、就業規則で確認してみましょう。1、定年延長。定年延長とは65歳まで定年を引き上げる方法です。平成10年に高年齢者雇用安定法により60歳の定年制が義務化され、60歳未満の定年年齢を定める制度は原則、違法、無効とされています。この制度は現在も変わっていません。定年を延長することで雇用を継続する必要はなく、他の制度で対応している企業もあります。2、勤務延長制度。この制度は定年になった人を退職させることなく、引き続き雇用するというものです。定年延長と似てはいますが、勤務延長制度の場合は、60歳で定年に達した時点で、定年退職か継続して勤務するか選ぶことができます。3、再雇用制度。再雇用制度は、一度60歳で定年退職をする形で雇用関係を終わらせた後、新たに雇用契約を結ぶという制度です。再雇用の際、新たに雇用条件を決めるので、定年延長や勤務延長に比べて賃金が大きく下がる場合が多いです。在職老齢年金制度。60歳以降、年金を受給しながら働きたい場合、気をつけたいのがこの在職老齢年金制度です。この制度は年金と年収の合計が一定の額を超えてしまうと、年金の支給額が一部カットされたり、全額支給停止にされてしまう制度です。この制度は年齢によって条件が変わります。60歳から64歳の場合は、月の賃金と年金の合計額が28万円以下の場合、在職老齢年金を全額受け取ることができます。賞与がある場合は、賞与を12ヶ月で割って月の賃金に加えて計算します。65歳以上の場合は、月の賃金と年金の合計が47万円以下であれば、在職老齢年金を全額受け取ることが可能になります。70歳以上は、厚生年金の被保険者から外されるので、保険料を納めなくてもよくなりますが、支給は70歳までと同様、47万以上の部分はカットされることになります。いかがだったでしょうか？知らなければもらえないこともある失業保険。自分の会社がどのような制度を採用しているのか、また、老後働きたいのか、ゆっくりしたいのか、老後のプランをしっかり立てておくことが大切です。最後までご視聴ありがとうございました。